インターン生横川です。インターン生藤原です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回自分がやります、今回自分が選びましたゲームはででクルクルランドです。おさあ、クルクルランド、お、これ2人くらい可能じゃないですかその、なんて言うんだろう知らない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 始まったやつ、いや、これデモプレイだね。あ、そうなの。これなんかね、やったことないんだよやったことないんだよ。噂でとか見たことがあるぐらいで、ちょっとやってみたかったんだよね。ああ、なるほどね。そう、オッケー。だからルール全くわかんない。ただね、くるくる回って絵を作っていくのかな。なんか探し出すのじゃん。どうやってやった。あ、これ、あ、出た。こう、右かなんかかな、なんかにくっつけたいところになんか手が出てくるじゃん。こう、あ、それでくるくる回って、うわー、引っかかった。でそういうことか。そうそうそう、あー、敵に当たっちゃうとで、こう、あー、最悪なんか、そうこうやってなんかやってると出てくるから、このクリスタルみたいなやつを全部出す。あ、そう、これ、ね、難しいね、思ったより操作。あー、ブリムズーム、なんかね、そこの真ん中のワープゾーンに入っちゃいけないみたいでリムズーム、そう、すげえ難しいこれちょっと待って、これ操作難しい。え、このリムズーム抜けた。あ、ちょっと待って、待って、え、あ、そういうことか、わかった。これを下の方にくるってやると、あ、ここで今度はこっち向きか。今度は右にやって、あー、殺されてしまったあ、俺じゃねえのか。多分そこ、これは右こうするってやって、ほっほっ、あ、それ、鬼むずなんだけど、これ伝わるかな。これね、難しい。あ、死んだ。時間がなくなっちゃったこれね、多分ね、キノコみたいな形になるんだよね、形が。あ、なるほど。え、あ、多分ね、これ、俺残機がなくなっちゃったの。これで、そうそう、そこでこう、絵を完成させていくの。そう、なるほど。そうそうそう、うおー、ゲームオーバーな。いや、まだ、あ、まだある、あ、まだあった。そう、俺2です俺結構死んだからね。で、一番左のあの隅っこと、この右から、ね、これね、向きがこう、多分敵は、あ、それ攻撃できた。それ、これ敵倒せるんだ。これいけるんだ。あ、倒せる倒せる。時間がなくなった。おお、え、どこ、あ、ここだ。そうそうそう、全然分かんなかった今。そこをやればクリア。どこやればいいんだろうみたいな。で、これで多分2人プレイだから、これできそうだな。あ、俺はゼロだ。ゲームオーバー。はい、で、これで、もう一回やるかな。これは攻撃可能だったのか知らなかったな。ほっ。あ、なるほどね。あそこは敵の出てくるリスポーン地点だったのか。ほっ、あ、ここ、あ、なるほど。え、これダメだ。これ慣れる気がしない。全然慣れる気がしない。おいおい、あ、やった。これ、時を止めるんだね。俺も止まってる。そう。俺も止まってる。なるほど。あー入ってしまった。入っちゃいけないの分かっててもやっちゃうな、これな。あ、怖い怖い怖い。怖い怖い。これ全然わかんない。なかなかね。ほっ、あぶね。バナナが気になったから取ってみたけど、ほっほっ、あぶね。こうさっきと絵が違うね。全然わかんない。なんで、ここだろ、ここだろ。あ、そこだ。オッケー、終わったね。え、これ何、人型かな。これ何でだろうね、これ。これでって言っちゃったらまずい。で、これで敵を倒した数も含まれるのかな。あとは回した数のどれだけさっきの絵に近づけたかっていう。これで規則ってか、これで、これで次のステージ、敵の枠に箇所が2箇所ある。これがクルクルランドですね。ちょっと気より早い。本当だ。あっぶねえ、あっぶない。これ意外と操作性が難しいから。あ、なるほどね、なるほど。これ敵を攻撃するじゃん、うん、
攻撃した後は、あの、なんだろう、押し潰すんだ。うえー、持ってっちゃった。だから押し潰したら勝ちなんだ。これ全今、うん、自分のキャラクター見失ってた今。あ、やべえ、攻撃するの忘れた。うわー、あの時間やられた。よし。ギエー、それきそこむずいって。え、どこ？これ合成じゃないの？多分どっかにまだあるんだな。ここか。あ、そこか。へえ。これはスペードかクローバーかなんだか。こうやってやっていくゲーム。なかなか面白いでしょ、これ。これここさ、飛ばそうと思ってスタートボタン押してるんですよ。ポーズになるだけなんで。飛ばせないんだ。これ結構でもできるね。うん、初めてやったけど楽しいわ。難しいもん。結構難しい。結構難しいよ、これ。うえあ、やばいやばい。トップだ。あー、待って。これ、あのワープ厄介。これ、タイミングをこう、うまくやらないと。とりあえず立てたな。うえい、ビビるビビる。これね、離すタイミングを失敗するとね、こうか。普通にワープの中に放り込まれちゃうから。文章が印刷されてる紙に対して完成するの。仕事の内容とかどうでもよく。それ以上が10個あったら同じ内容。いけるんじゃないこれ。メガネだねこれ。これで終わりか。あ、まだある。あ、なるほど。あ、あそこだ。よし。内容が、内容が、これね、何なのかって分かると多分そのルート決めが簡単なのかもしれない。なかなかね、難しいな。お、ボーナス入った。ボーナス入りまくり25。なんだここは。多分これは右から行ったら左から出てくるパターンですよね。多分そうだよ。まあそうだよね。そんな気はしてた。第何だろう。自分のところで果たしの上がない。くっそ。くっそ。ゲームオーバー。あれだけスコア取ったのに俺が先にゲームオーバーしちゃった。マジか。あれ持ってけないのか。そう、あそこにあると持っていけないみたいな。多分くるくる回ってる時は持っていけるけど。おお、怖い怖い怖い。ああ。タイミングが。自転車が大変だった。これはなか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 面白い、難しい。あのなんかくるってなんか壁ができるじゃん。壁ができると敵がその中に侵入できなくなる、だから敵を中に閉じ込めるとかっていうこともできるんだよね。なるほどね。ここか。その調子で、その調子でそこをタイミングで離すと多分上の後が、あ、そうそうそう、難しいよね。え、待って、え、そこ海道はずるいでしょ。だからそこはもうくるくる回るしかない。もう時間ない。すげえタイムの速度速いから。本当だ。楽しかった。むずい。これはくるくるランドってゲームでしたね。なかなか楽しめた。うん、初めてだけどね。操作の仕方がすごい自然。すごい自然。新鮮か。そう、自然つっちゃった。なんだろう、ラジコンみたいな感じじゃない。うん。楽しかった。そうね。はい、では以上で終わりにします。ありがとうございました。